マナー違反が続けば世界から排除されます。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国ゴルフでインチキ続出、勝つためなら何でもやる人々をお送りします。勝つためなら何でもやるゴルファーが増加。ゴルフは紳士淑女のスポーツと言われていますが、中にはマナーの悪さが目に余ることもあります。特に最近は一部の韓国人ゴルファーたちによる勝利への過剰な情熱が炎上してしまうケースも見られています。彼らの勝利に対する姿勢はしばしば勝つためなら何でもすると評され、ゴルフ界から追放すべきだとの意見が出てきているほどです。今回はなぜ韓国人ゴルファーたちが勝利のためにはなりふり構わず行動するのか、そしてその末路について見ていきたいと思います。まずは韓国のゴルファーたちの事情について簡単に見てみましょう。韓国のゴルファーたちは小さい頃から厳しい練習に励んでいます。パク・セリ選手やキム・ヒョンジュ選手のようなトップクラスの選手も日々の厳しいトレーニングと絶え間ない努力を積み重ねてきました。彼らの背景には強い家族のサポートや競争が激しい環境が存在します。韓国ではゴルフ場や練習場の料金が高く、個人でゴルフ環境を整えることが難しい状況にあります。そのためほとんどのジュニアゴルファーはゴルフアカデミーに所属し鍛錬をしています。そのため幼少期の頃からプロの指導により厳しいトレーニングを続けています。中には良いゴルフ環境を整えるためにオーストラリアやニュージーランドなどへ家族全員で移住するというケースもよく見られます。さらに男性の場合、アジア競技大会で金メダルを取れば兵役免除と特権を得ることができます。このような環境は彼らがどんな犠牲を払ってでも目標を達成しようとする強い意志を育んでいます。しかしこの勝つためには何でもするという姿勢が時にゴルフ競技の倫理や公正さと矛盾する場面もあります。ゴルフは自己管理と正直さを重んじるスポーツであり、ルールやエチケットが非常に大切にされています。例えばプロの世界でもスコアは自分でつけており、これも主催者が選手たちを信じているからです。つまり結果はもちろん大事ですが、そこに至るまでのプレーの内容やマナーも重要なのがゴルフなのです。韓国の選手たちもこれらの価値を理解し尊重しているはずです。しかし彼らの勝利への執着がルール違反や不正行為を行わせているのです。実際に起こった信じられない事件を追いながら、彼らの根底にある強い競争心と勝利への執念について解説していきます。世界中のゴルフ関係者に衝撃を与えた事件。2003年8月、米国のゴルフ界に衝撃を与えた出来事がありました。それはゴルフ専門誌ゴルフワールドが米国女子ゴルフツアー LPGA における韓国人選手の不正行為に関する疑念を報じたことです。韓国出身の選手たちとその家族たちが軒並み不正行為に関与している可能性が指摘されたのです。具体的な疑惑の一例として、ある選手の父親がカナディアンオープンの際、娘のボールが不利な位置にあると観客エリアからこっそりボールを動かして有利な位置にセットしたという疑惑があります。さらに言葉の障壁を利用し、家族が規則を破って特別なアドバイスを選手に送っていたとの報告もありました。 LPGA はこの問題に対処するため、韓国出身の選手たちと通訳を交えて話し合い、注意を促しました。これらの不正の背景には韓国特有の文化が大きく影響しています。韓国ではスポーツをする子どもたちに対して親が積極的に関与し指導することが一般的です。これにより子どもたちは高い競争力と向上心を持つようになりますが、同時に過度のプレッシャーを受けたり、勝つためになりふり構わず不正行為に走るリスクも高まるのです。この事件後、韓国ゴルフ協会は選手教育を強化し、不正行為を防ぐための取り組みを進めています。しかしその後も韓国の選手によるルール違反は頻発し、単なる文化的な差異による問題という言い訳も通じなくなってきています。2015年には米国の美しい緑に囲まれたランカスターカントリークラブで衝撃が走りました。ここでは全米女子オープンが行われていました。この大会は世界のトップを争う女子ゴルファーたちが技術と心の強さを競う場で、多くの人がその熱戦を見守っていました。事件の主役は韓国のキム・セジョン選手の韓国人キャディでした。彼は大会のルールを破り、競技に関する秘密情報を不正に得ようとしました。
具体的には競技会場の中心にある事務所に忍び込み、ゴルフコースのピンの位置を示す資料を携帯電話で撮影したのです。この行為は公平な競争を保つための基本ルールに反し、スポーツの世界における公正さに対する重大な違反行為でした。この不正はすぐさま発覚し、キャディは撮影した写真を削除するよう命じられました。さらに約1時間後には競技員と警備員が練習場に現れ、このキャディを大会から排除しました。その後、彼は大会役員によって改めて呼び出され、撮影したデータの完全な消去を求められました。米国合衆国ゴルフ協会は、このキャディに対して厳しい処罰を下しました。彼には今後一切の大会への参加を禁止するという重い判断が下されました。この処分に対して、キャディは大会終了まで公には何も語りませんでした。しかし、彼が仲間のキャディに不満を述べるメッセージを送っていたことが後に明らかになりました。つまり彼はやった行為について心からの反省をしていなかったのです。この一件は勝利への執念が時にはルールや倫理を踏み越えることがあるという重要な議論を引き起こしました。特に韓国ではこの事件に対する見解が分かれ、なぜこの行為が厳しく処罰されるのかという疑問が提起されました。つまり韓国でならこのような明らかな不正行為でさえ勝利への手立てとして認められるというわけです。これはもはや文化の違いと言えるようなことではありませんね。韓国人の倫理観が世界標準とは全く異なっていることが明らかになったのです。この出来事はゴルフ界全体にルールと公正さの重要性を再認識させる契機となりました。それ以来、不正行為を防ぐためのより厳格なルールが設けられ、大会運営においてもセキュリティが強化されています。ゴルフファンは、この事件から一部の人にはスポーツマンシップや公正な競技精神が欠如していることを学ぶことになったのです。露骨に韓国選手の排除を狙った米国合衆国ゴルフ協会。2017年、韓国の女子ゴルファーたちが米国の地で顕著な成果を収めました。世界のゴルフシーンに韓国人旋風が吹き荒れたのです。特にその年の全米女子オープンは、ドナルド・トランプが所有するトランプナショナルゴルフクラブで開催され、注目を集めました。この大会で23歳のパク・ソンヒョン選手が見事に勝利を飾りました。さらに驚異的なパフォーマンスを見せたアマチュアのチェ・ヘジン選手が2位に入賞し、上位4位中3位までが韓国の選手たちによって占められるという結果になりました。一方で地元米国の選手たちは期待に応えられず、上位10位以内に一人も名を連ねることができませんでした。この状況は米国のゴルフ界にとって大きな衝撃を与えました。そしてテレビ視聴率の低下、チケット売上の減少、グッズの売上にも悪影響を及ぼしました。また自国の選手が活躍しない大会には多くの人々が関心を持ちにくいという現実が浮き彫りとなり、米国企業の広告スポンサーも撤退し始めたのです。このような状況を受けた米国合衆国ゴルフ協会は、唐突にトーナメントの参加者は英語能力を必須とするという新たな方針を発表しました。しかしこの方針はすぐに人種差別を助長するとの批判にさらされ、結局撤回されることになったのです。ゴルフのプレー自体と言語能力が直接関連しているわけがないという多くの意見がこの撤回を後押ししました。また日本でも似たような動きが出てきました。LPGA の会員資格がトーナメント参加に必要となる規定が導入されたのです。これらの措置は露骨に韓国選手の排除を意図したものと解釈され、国際ゴルフコミュニティ内での議論を呼びました。韓国の女子ゴルファーたちの際立った成果は、彼女たちの才能と努力の賜物であり、その功績は高く評価されるべきです。しかしそれにより地元選手の活躍が厳しくなったことで、スポンサーが離れていく懸念がありました。そのためこうした外国人選手よりも自国の選手を優遇するようにしていったのです。最近でも不正行為が発覚。こうした韓国人ゴルファーによる不正は最近も発生しています。2022年6月に開催された韓国女子プロゴルフツアーで、当時19歳のユン・イナ選手が5球に気づきながらもそのままプレーしたという事件がありました。この5球というのは他の競技者のボールを打ってしまうことで、これをやってしまうと2打のペナルティーが加算されます。さらに5球であることに気づかずホールアウトし、次のホールを打つと競技そのものが失格になる重大なペナルティーです。
それにもかかわらず気づいていながら無視していたというのは相当悪質です。しかもこのことを彼女たちが大韓ゴルフ協会へ報告したのは1ヶ月後のことでした。さらにその報告をした日は彼女がツアー初優勝を果たした大会の2日目のことで、最終日の優勝会見でも不正行為に触れませんでした。このことから大バッシングを受け、協会は主幹、主催する大会に3年間の出場停止処分を下しています。ただその後彼女の復活を望むファンが多かったことにより1年6ヶ月へと短縮されています。かなり悪質な不正行為をしたことももちろんですが、それに対して擁護する声が多かったのも韓国ゴルフ界の闇が見えます。勝つためなら何でもするという彼らの考えが透けて見えるからです。ユン・イナ選手は若手のホープで将来のスター候補として高い人気を誇っています。だからこその温情かもしれませんが、そうしたことをしてしまうと今後も同様の不正行為をする選手が現れてきそうで心配です。マナーやエチケットを無視するゴルファーに明日はない。ゴルフというスポーツはその歴史と伝統を通じて、ただ技術を競うだけでなく、プレイヤー間のマナーやエチケットが非常に重要視されてきました。その精神は世界中のゴルフコミュニティで共有されており、プレイの速度もその重要な一部を占めています。特にプレイの遅延、いわゆるスロープレイは他のプレイヤーや観戦者に対する敬意の欠如とみなされることがあります。そしてこの問題は近年多くのトーナメントで注目されています。特に日本国内で開催されるトーナメントでは、韓国人選手によるスロープレイ問題が特に顕著で大きな問題となっています。例として挙げられるのが、過去に日本女子プロゴルフツアーで起こった一件です。ここではトーナメントの最終日、最終組でプレーした鈴木愛選手が韓国のイ・ジョウン選手のスロープレイによりプレイペースが著しく遅れ、競技委員から警告を受ける事態に陥りました。そして前の組との間隔を詰めるため、一打を放つたびに走ることを余儀なくされたのです。鈴木選手は走らされるとは思っていなかった、厳しい優勝争いの中で気持ちが焦りショットに集中できなかったのが敗因です、もうちょっと落ち着いてやりたかったですね、と1打差で2位に終わったことへの落胆を口にしていました。この一件はプレイヤー間だけでなくゴルフファンの間でも大きな波紋を呼びました。この問題に対処するため、選手会ではスロープレイに関する新たなガイドラインを設けることを決定しました。その中で特に注目されたのは、罰金の代わりにマナー教育の再受講を提案したことです。この提案は、問題行動を繰り返すプレイヤーがベテランであっても新人であっても改めてゴルフの基本的なマナーを学び直す必要があるというゴルフコミュニティ全体の意思を示しています。ゴルフのプレイスピードをめぐる議論は技術や戦略だけでなく、スポーツマンシップにも関わる問題です。適切なプレイスピードを保つことは他のプレイヤーや観戦者への配慮であり、プロゴルファーとしての責任の一つです。この責任感が特に一部の韓国の選手たちに欠如しているように見えます。韓国のプロゴルファーたちは幼少期から非常に厳しいトレーニングを積み、家族やコーチからの期待に応えるために日々努力しています。この環境は彼らが高い競争を勝ち抜き、世界のトップレベルで競い合うための強い精神力を育んできました。しかしその一方で、ゴルフというスポーツが持つ根本的な価値の一つである競技中のマナーやエチケットについては無視することが多いのです。これではプロとしてゴルフをする資格自体が欠如していると言わざるを得ません。このような状況について最近ではゴルフ界でも新たな取り組みが始まっています。例えばプレイスピードを計測し、スロープレイをしているプレイヤーに即時フィードバックを与えるシステムの導入や、プレイヤー自身が自分のペースを意識しやすくするための教育プログラムなどがあります。これらの取り組みはスロープレイ問題に対する長期的な解決策として期待されています。ゴルフというスポーツは単にボールを打つ技術だけでなく、プレイヤーの人格やマナーも試される場です。プレイの速度を適切に保つことはその一環として非常に重要です。この問題に対する真摯な取り組みをしなければ、マナー違反をするゴルファーに明るい明日は待っていないでしょう。このような韓国選手の不正行為については、世界から多くの声が上がっていましたのでご紹介します。韓国の反応。プロゴルファーが不正をするなんて、スポーツ精神に反してるよね。勝つためなら何でもありってわけ？それじゃあファンが応援する意味がなくなるよ。不正行為はがっかりするよね。
ゴルフって紳士のスポーツってイメージがあったのに、それが崩れるみたいで悲しい。勝つために何でもするっていうのはひどい。それで勝ってもその勝利に何の価値があるの？純粋に実力で勝負してほしい。不正をしてまで勝とうとするのは結局自分のキャリアに泥を塗ることになると思うんだけど、短期的にはいいかもしれないけど、長い目で見たら絶対損だよ。不正を働くプロゴルファーがいるって知って、ゴルフの試合を見る楽しみが半減したよ。フェアプレイっていうものをもう一度みんなで考え直さないと。そうしたことを考えると、やっぱり日本人選手だけで頑張る姿を見たい。プロスポーツ選手としての誇りはどこへ行ったんだろう。そこまで勝ちたいと思う心理が理解できないよ。真剣勝負こそがスポーツの醍醐味だと思うんだけど。というか、そうやって勝っても人気は出ないから、お金にもならないし、何の意味もない。勝利は誰もが望むものだけど、そのために不正を働くのは許せない。ゴルフ界もしっかりとした対策を講じて、フェアな競技環境を保つべき。韓国ではアマチュアゴルファーによる詐欺行為も頻発。韓国でのゴルフプレーに関する文化と慣習は、世界の常識や日本とは大きく異なっています。韓国のゴルフコースでは、プレイヤーが料金を支払うことで、一定の自由度を享受できるという認識が根付いているようなのです。例えば、プレイヤーが散々荒らした自分のバンカーを修復しない場合、それはキャディーの仕事とみなされることがあります。このような習慣は、日本のゴルファーから見ると、ルールやマナーを無視した行為です。さらに韓国のゴルフ界では、最近一部のアマチュアゴルファーによる詐欺行為が社会問題となっています。具体的には、ホールインワンの保険金を不正に請求するケースが増えているのです。この問題について、韓国金融監督院は、警察に捜査を依頼しました。その結果、2017年から現在にかけて、ホールインワン保険金を不正に受領した疑いで、168人が捜査対象となっています。総件数は391件に上り、その金額は約10億ウォン、約1億円にも及ぶと報じられています。金融監督院は、アマチュアゴルファーがホールインワンを達成する確率は非常に低いにもかかわらず、短期間に何度もホールインワンを報告したり、虚偽の費用レシートを提出するケースが増加していると指摘しています。警察当局も、キャディーや他の関係者と共謀して虚偽のホールインワン証明書を提出したり、実際には支払われていない費用を請求する行為は保険詐欺に当たると警告しています。これらの問題は、ゴルフというスポーツの本質とはかけ離れたものであり、真摯にゴルフを楽しむ多くのプレイヤーにとっては非常に残念な事態です。ゴルフはフェアプレーの精神に基づき、個々のプレイヤーの誠実さとマナーが求められるスポーツです。このような不正行為が発生する背景には、韓国社会全体の倫理観やスポーツマンシップに対する欠如があります。ゴルフ界だけでなく、社会全体でこのような問題に向き合い、正しい価値観を共有することが今後の一部のゴルファーの課題となりそうです。無法を続けるゴルファーは世界で居場所を失う。ゴルフは紳士のスポーツとしての伝統を持ち、選手には常に最高のマナーとルールの遵守が求められます。スポーツマンシップはこのゲームの核心をなすものであり、プレイヤーの行動は技術のみならず、その人の人格や倫理観も反映しています。残念ながら、韓国人選手たちがプレッシャーや競争の激しさからとはいえ、不正行為に手を染めることが目立ちすぎています。このような行為は、ゴルフというスポーツの根底にある価値と精神に反し、その尊厳を損なうものです。最近では、不正行為を行った選手に対する厳しい処分が下されるケースも増えています。これは、ゴルフ界がルールとエチケットを重んじ、公平な競争を保つための明確なメッセージです。例えば、不正行為により、競技から一時的に除外された選手の事例は、他のプレイヤーにとって重要な教訓となります。これらの措置により、ゴルフ界全体がより健全で公正な環境へと進化していくことが期待されます。韓国のゴルファーたちが世界で成果を出し続けている背景には、彼らの揺るぎない努力と情熱があります。しかし、その成功を維持し、さらに発展させていくためには、ルールとマナーの遵守が不可欠です。ゴルフは技術だけでなく、プレイヤーの品格をも試すスポーツであり、紳士的な振る舞いがその真髄を形作っています。それを理解できない、実行できないようなゴルファーたちは、世界から居場所をなくしてしまうことでしょう。あなたは、こうした不正行為やマナー違反をするゴルファーについてどう思いますか？ぜひ、意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。
またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。